イルファン・ハリー・スバフ・ディムは、オランダ出身のプロサッカー選手。インドネシア国籍を持ち、2010年より、同国代表チームに選出されている。ポジションは、フォワード、ミッドフィールダー。アラブ系インドネシア人の父とオランダ人の母を持つ。オランダ・アムステルダムで生まれ、アヤックスや FC、ユトレヒトなどのユースチームに在籍した。2007年に、ユトレヒトのトップチームへ昇格。 2008年2月17日の BBB フェンロー戦で初出場し90分間プレーした。2009年に移籍した HFC ハールレムでプロ初ゴールを決めるがチームは財政破綻により2010年に消滅。その後はユース時代も在籍した SV アルゴンへ移籍するも出場機会に恵まれなかった。2010年8月父の母国であるインドネシアへ渡り インドネシアプレミアリーグのプルセマ・マランに入団。ここで2シーズン51試合に出場し28得点と大活躍する。同時期インドネシア代表にも選出され、2010アフ、鈴木カップでは2得点を挙げている。2012年途中にアレマ・インドネシア FC へ期限付き移籍をするも、その年限りで退団。2013年はタイプレミアリーグのチョンブリー FC で、 シーズン途中からは、タイディビジョン1リーグのシーラーチャー FC でプレーした。2014年に J リーグバンフォーレ甲府へ移籍。インドネシア国籍の選手としては、初の J リーガーとなった。2014年5月21日、ナビスコ杯の徳島ボルティス戦でデビューしたが、リーグ戦での出場はなかった。2015年に、コンサドーレ札幌へ移籍。 同年5月3日に行われたジュビロ岩田戦でインドネシア人初の J リーグデビューを果たした。2016年シーズン終了後に契約満了により退団。2017年1月、インドネシアのバディユナイテッド FC と契約。2020年2月12日、PSS スレマンに移籍。交付加入まで日本における知名度は皆無であったが、 母国インドネシアでは絶大な人気を誇っている。幸付加入時点でのツイッターのフォロワー数は約427万人で、これは日本人最多である有吉弘之の約292万を大きく上回っている。また、幸付加入後もフォロワー数は増加し続け、2018年1月時点では501万人まで増加している。ありがとうございます。